こんにちは、お久しぶりです。ということで今回は H01、ルナティック出す方向けに作った高速周回方法の解説していきたいと思います。で、一番ね、1手目が重要なんですけども、写真の通り、中ボスの左端のピンクのモヤモヤに矢印の右足をちょっとかぶせるぐらいで、打ってあげると、しっかりね 2P のボールボムを起動させつつ、 3P のねジャイアンもずらすことができます。で、これね、ダウトでバンバンしていく手法なんですけども、3P のジャイアンをねずらしてあげることによって、3P のステージ突入した際に、ジャイアンのズレを防ぐためにちょっとねずらしております。で、あとジャイアンに関しては友情アップ要因で編成しております。対弱と対比の極み今ついてるんですけども、友情アップないとね、若干足りないっていうこともあったので、友情アップをね編成しているという形になります。ということでね、一連の流れでワンパンしていったんですけども、続いて、3本ぐらい連続でワンパンしていくんですけども、スキップが今度は入ったパターンをね3パターン紹介していこうと思います。で、ここでね、なんで2手目にボールボム、爆発持ちじゃないのか、なんでボールボムをね編成しているのかっていうのもね、解説できたらいいかなと思います。はい。で、2本目に紹介しているのが2ステージ目ね。で、本来はこれ2ステージ目ですね。で、3ステージ目がスキップされた場合の、スキップワンパンとなっております。はい。見ての通りジャイアンが弾く手番となっているので、ここにね、もし 2P に爆発持ち、ロダンとかがいたら、誘発してしまって、ダウトのね友情コンボの威力を半減してしまって、ボスがワンパンできないっていう事故が発生してしまいます。それを防ぐためにやっぱボールボムを編成しているという感じになりますね。ということでね、ボールボムの重要性も分かったということで、続いてノースキップワンパンやっていきたいと思います。1手目に関しては全て同じ弾き方となっております。続いてのスキップのパターンなんですけども、本来3ステージ目が2ステージ目に来てしまったパターンですね。この際はしっかり 2P のキャラでアナスタシアに当たってください。4P に関してはね、アナスタシアでなくても何でも共有上キャラでも大丈夫です。基本的に道中倒せれば OK ですね。で、 3P のジャイアンでそのまま突っ込んであげるという感じになります。はい。ということで、以上2本ね、1ステージのみスキップされたパターンを紹介していったんですけども、ラストは2ステージ目にねボスが来てしまったパターン紹介していこうと思います。これに関してはね、正直動画にする必要なかったんですけども、一応ね、一連の流れとして動画に収めておこうかなと思います。ということでね、ラストはもうダウトに突っ込むだけなので、雑談交えていこうかなと思います。先週の木曜日手前ぐらいからもうね、新しい転職先で働いていて、ちょっとね、忙しくてあまりモンストする時間がね前より減ってしまったんですけども、一応ね、今日天馬とか終わらして、もろもろね、少しずつ動画出せていけたらなと思いますので、引き続きねよろしくお願いします。ということで、以上ワンパン解説でした。ということで終わります。バイバイ。